愛知メガ盛り3連発その1、通常の40倍超巨大握り寿司がある。第一戦の舞台はこちらの梅若寿司。このお寿司屋さんの片手じゃ持てないメガ盛り寿司登場まであと30秒カウントダウン。まずはシャリを測る大将、その重さは1キロ計ではエラー。1キロ超えだ。一体どれだけの量なのか。続いてアナゴを焼く、その枚数はなんと4枚。片手じゃ持てない巨大アナゴ寿司お待ち。どうだ。はい、お待たせしました。通常の40倍サイズのメガ盛りアナゴ寿司、山のようなシャリにアナゴが丸ごと4枚、お値段2620円。その重さはなんと 1.3 キロ超え。このメガ盛りアナゴ寿司に木下が一人で挑む。いただきます。うわ、めっちゃ美味しそうだよこれ。アナゴ寿司めっちゃ美味しい。しかしなぜ巨大なアナゴ寿司を作ろうと思ったのか。この辺は三河湾ですが、そのアナゴは結構柔らかくて美味しいんですよ。本当にそのあれだけの量でも、ペロッと食べちゃうぐらい美味しい。それを伝えたい。そう語る大将に木下の食べっぷりから目が離せない。その後も木下はペースを落とすことなく食べ続け、最後の一口いきます。22分。ごちそうさまでした。余裕の笑顔で完食。もうびっくりです。本当にびっくりした。まだ食べそうだね。悔しいですね。もうこんなちょっとペロッ。あ、そうですか。うちはもっともっと大きなやつがありますから。え、そうなんですか。あります。マジで。大将のリベンジ、もっと大きなメガ寿司と木下の一騎打ちまであと30秒カウントダウン。はい、お待ちさん。うわ、大丈夫ですか。あ、驚いてるよ。さすがの2人だ。太っ腹巻きです。太っ腹。はい。とんでもない大きさの超特大太巻き寿司。その重量はなんと5キロオーバー。木下が一人でこの巨大太巻きに挑む。重っ重っ重っ。巻き寿司の重さじゃない。いただきます。うわな。真正面からガブリといく木下。ちなみに通常は食べやすい大きさにカットしてくれるそうです。巻きながら食べるんだね。一皿完食。2巻目。開始から23分、2巻目に突入。このメガ太巻きの作り方は、まずはシャリで海苔と海苔とを貼り合わせていく。貼り合わせた海苔の枚数は15枚、その長さ 1.8 メートル。うわ、そこにネタを乗せていく。使ったネタは卵、イカ、タコ、エビ、サーモン、マグロ、カンパチ、甘エビ、キュウリ、かんぴょう、ごぼう、おぼろ、梅、たくあん、明太、カニ、サバ、シャコ、ヒラメ、ホタテ、ヒラガイ、アナゴ、ブリ、大葉、合計24種類。これを少しずつ慎重に巻いていき、最後に時間を置いてなじませれば完成。一方木下は開始から55分。うん、そう、お腹いっぱい。しかしほぼ二巻き分を平らげたのはさすが大食いアイドルでさえ歯が立たなかった愛知梅若寿司の太っ腹巻き、恐るべし。ちなみにこの太っ腹巻き、近所の子供たちの集まりでは大人気のメニューなんだとか。